立川啓治は、日本の実業家。学位は、工学博士。独立行政法人宇宙、航空研究開発機構理事長、NTT アメリカ最高経営責任者、NTT 移動通信網株式、会社代表取締役社長、株式会社、NTT ドコモ代表取締役社長などを歴任した。2017年4月、朝日、茂光明を受賞。 国際宇宙ステーションの宇宙機関庁会議岐阜県大垣市に生まれる。1962年3月、東京大学工学部電気工学科を卒業し、日本電信電話校舎に入社。1977年にマサチューセッツ工科大学に留学し、翌年経営学部の修士コースを修了する。1982年には東京大学から工学博士号を受ける。 1998年に NTT 移動通信網を代表取締役社長に就任した。公認の人選は難航し、結果的に副社長の中村つぐが社長に承認した。2001年から2004年11月まで文部科学省宇宙開発委員会の非常勤委員を務め、2004年11月15日から2013年3月31日まで、 独立行政法人宇宙航空研究開発機構理事長を務めた。野田聖子が総務大臣在任中の2017年11月22日と2018年3月29日に NTT ドコモの立川系二元社長ら NTT 幹部と NTT グループが運営するアザブ十番のノックスで会食を行っていたことが週刊文春により2021年3月10日に 報じられた。翌11日に自由民主党本部で説明した野田によれば、これら一連の会食は、総務省とは無関係なプライベートの会合であり、会食費用2万6千円の返還もすでになされており、接待ではないとされる。ありがとうございます。